どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、こちら見覚えある方もねいらっしゃるかと思うんですけども、本日はですねヒルトン東京ホテルにね、来ております。で本日はですねやってしまいました、今回ね GoPro で撮影させていただくんですけども、分かる方には分かると思うんですけども、GoPro を持ってきて自撮り棒も持ってきたのにこの留め金を忘れるっていうね完全にやってしまいましたね。ということで今日はですねこの GoPro を手持ちでね撮影するっていうね斬新なスタイルでいきたいと思うんですけども、こちらね知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、ヒルトンホテルの中で限られたホテルだけデイユースっていうのが利用できるんですよね。で今回ねこのヒルトンホテル、ここヒルトン東京なんですけども、今回ねこのデイユースをですね利用したくて来て、一体どんなものかっていうのをですねレビューできたらなと思っております。ちょっとね、デイユースということで簡単な、レビューにはなるかと思うんですけども、今ね朝の8時半ぐらいで、本来ね12時から夕方の6時だったかな、ちょっと詳しいことはね時間書いておきますけども、利用することができて、プラス3000円でアーリーチェックインみたいなのをね利用することができるということで、今回ねせっかく来ましたので、アーリーチェックインも利用して、なんかねアフタヌーンティーもね客室でいただけるみたいなね、一応そんな触れ込みのことも書いてあったので、ちょっとここはね実際に利用できるかわかんないんですけども、こちらもね一応申し込みだけして、できなそうだったらね、普通のレビューになるかと思うんですけども、そちらもねレビューしていきたいなと思います。ということで、早速ねチェックインの方ねしていきたいと思います。それはね無事チェックインすることができました。今回ね3817ということでいきたいと思います。それでは中に入ってきました。こんな感じになってます。今回ね、デイユースということで一番ね下の客室をね予約したんですけども、なんと最上階ですねエグゼクティブルームアップグレードいただきました。ということなんでこのヒルトンホテルね、私ダイヤモンドステータス持ってるんですけども、こういったねアップグレード、ダイヤモンドパワーをね普通に使えるんですね。いやこれねもしかしたら使えないのかなとかちょっと思ってたんですけど、全然使えるんですね。ということで軽く見ていきましょう。ここにね大きめの机がありまして、お風呂はねこういった感じで見える感じなんですね。でここにはUSB タイプ A とコンセントが2つ、 AC2 つですね。あと LAN ケーブルとメモ帳、電話でランプがあって、こちらにテレビがあります。ぐらいですかね。はい。でこちらにおしぼりとリモコンで、こっちにねゆっくりできるソファーエリアということであります。いやいいですね。でどうなんだろう、38階から、おいやいいですねこれはいい、さすが38階ということで結構いいですね。こんな感じになってます。いやいい、新宿を一望できる感じですかね。上を向くとこんな感じです。今日はね晴れというよりかは曇りみたいな感じでちょっとねよのんでますけど、はい。ということで反対側見ていきましょう。でこちらにね、もう一個ソファ、一人掛けのソファーがあってベッドですね。でベッド周りはコンセントと USB タイプ A ですねと電話で、ベッドがこんな感じです。いやかなり大きいですね、かなり大きい。でこちら側に USB タイプ A とAC、 あと目覚まし時計とティッシュですかねあります。でこちら側にクローゼット、こんな感じでクローゼットが入っております。で金庫とカゴ、ここにシュークリーンがあるのかな、はい、シュークリーンが頼めます。でスリッパとアイロンとアイロン台ですね。ガウンとかはないのかな、なかったかな。ちょっとここ一回ねダイヤモンドステータス取ってね初めて泊まったホテルでもあって一回来たんですけども覚えてないな。でここがあれですかね、ティーセットが入ってます。でここにコップがあって
お水も2本ありますね。で冷蔵庫とグラスと、あと下はケトルとかが入ってます。でこんな感じで中は何も入ってなくて、でスジャータミルクだけここに置いてある感じですね。ですんでコーヒーマシンとかはない感じですね。うん、よいしょ。まあ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 こういう感じのあれですね。よいしょ。はい、スティックタイプのコーヒーっていう感じですね。で、バスルーム行きましょうか。よいしょ、はい、こんな感じになってます。一応トイレと、バスタブが分かれている感じで、洗面台はこんな感じになってます。ヒルトンといえばこのブランドですね。このアメニティで統一されております。でタオルがあって、下にバスタオルで、こちらにドライヤーですね。ドライヤーはテスコムのドライヤーですねっていう感じですかね。で下にバスタオルがあって、トイレがあって、こちらがバスタブです。はい、こんな感じになってます。でバスタブ、バスタブ大きいですね、このヒルトンホテル東京。はい、結構大きい。私が普通に入っても多分肩つかるぐらい大きそうですね。でシャワーは可動式のみですね。はい、でこの外からね、あ、外からじゃない、客室から、あとお風呂場からね、あの客室がね見れるようになっていて、これ多分反対側にね目隠しみたいなのがねちゃんとあります。よいしょっていう感じですね。ということで今回ですね、ヒルトンホテル東京ですね、こちらデイユースね、あの利用させていただきます。今回ですね、このデイユースをねちょっと利用してみたくて、このヒルトンホテル東京来たということで、あのねコスパとかね全然考えないで今回予約してますんで、結構高かったですね。デイユースが1万3000円ぐらいっていう風になりまして、またね今まあもう9時ぐらいになってると思うんですけども、アーリーチェックインがね朝の8時からできるんですよね。ですのでこれを利用していただくと、プラス3000円っていう風になりますんで、まあ、大体1万6000円ぐらいねかかれていた形になります。結構しますよね。まあでもですね、このデイユースは、まあ、今回朝8時からね、あのアーリーチェックイン利用させていただいておりまして、これねチェックアウトが夜の10時までなんですよ。ですんで夜の10時までねずっと利用することができますんで、日中だけねホテル利用したいみたいなね、まあ、そういった時はね結構いいんじゃないかなと思います。またね今回ねこの客室アップグレードしていただいておりますんで、一番下のねあの客室で予約しているわけなんですけども、このねエグゼクティブフロアにねあのアップグレードしていただいたので、かなりね広い客室という風になってまして、ソファーとかねあったりしますんで、かなりいいですね。まあ、でですね、ダイヤモンドステータスがね使えるということは、そうなんです、エグゼクティブクラブランジもですねこちら利用することができるっていう風になりますんで、このヒルトンホテル東京はですね朝の9時からクラブラウンジねオープンしているっていう風になりますんで、9時からね利用することができます。またねあのカクテルタイムもですね夕方の5時から7時までね利用することができるっていう風になっておりますんで、こちらもこのデイユースのねプランでも利用することができるっていう風になりますんで、いや結構いいんじゃないですかね。でこのヒルトンホテル東京はですね、おそらく運営変わってないと思うんですけども、昼間からねお酒いただけるんですよ、このホテルのクラブラウンジって。しかもあのラウンジがですね、まあ、チェックインの時ね案内あると思うんですけど、セルフサービスなんですよ。ですんでまあ多分1時間に1回とか、まあ、2時間に1回ぐらい店員さんがあの清掃入ってると思うんですけども、基本的にね誰もいないんですよ、あのラウンジのあの店員さんみたいなのが。ですんでまあなんて言うんですかね、結構あのリラックスしてっていうんですか、まあゆっくりね利用することができますので、いやかなりいいと思うんですよね。またね先ほども言いました通り、ねアルコールは多分ねビールだけだと思うんですけども、この時間帯でもねビールいただくことができますんで、朝9時からねずっと飲めるっていう風になりますんで、かなりねあのがっつりねいただけるのではないのかなと思います。でアフタヌーンティーなんですけども、先ほどねちょっとチェックインの際に聞いたんですけども、基本的にねあのいつでもね利用することができて、アフタヌーンティーですね、で全部セットで、利用していただくと4900円、こ
こちらね、利用することができるっていう風になりますんで、注文してね、30分後ぐらいにですね、持ってきていただけるっていう風になりますんで、まあせっかく今回ですね、デイユースでね、来ておりますので、まあそちらもね、注文しようかなと思います。まあできればね、私の作戦としてはですね、今回、1万3000ぐらいの客室で1万6000のアーリーチェック入れてますよね。ですんで、3000プラスして1万6000この客室かかってるわけなんですけども、今ねヒルトンホテルってキャッシュバックキャンペーンやってるじゃないですか、アメックスのオファーでね。でこれも私ね登録してますんで、これね2万円超えると多分5000円のキャッシュバックねもらえると思うんですよね。ちょっとこれはね試みですんで、もしかしたらダメでしたってなるかもしれないんですけども、一応ねチェックアウトのフロント生産っていうふうに聞いてますんで、おそらくいけるんじゃないかなと思いますので、まあそしたらね、あと6000使った方が実は1万5000で済みますんで、ちょっと安くなるんですよね。ですので、アフタヌーンティーもね、プラスして後でね、利用したいと思います。それ以外はですね、このヒルトンホテル東京はね、プールもありますんで、まあそんなに大きくないんで、予約制っていう風になるわけなんですけども、プールもね、利用することができますので、まあそちらもね、利用されたい方はね、がっつり利用できるかなと思いますし、まあそんなところですかね。ちょっとね、夜の10時まで利用できるって私は思ってなくて、10時までホテル入れないんですよ。子供のね、迎えがありますんで、まあ夕方前ぐらいにはね、チェックアウトしなきゃいけないんですけども、まあちょっとね、ゆっくり客、ホテルでね、ゆっくりしつつ、仕事しつつ、ラウンジもね、行きつつ、ちょっと楽しみたいなっていう風に、思います。ということで DUS ね、初めて利用しますけども、なんか朝からねホテル来るって、それはそれでまた気分が変わっていいですね。ということでちょっとゆっくりね仕事したいと思います。ではちょっとねラウンジの方に来てみました。こんな感じになってます。こんな感じになってます。今誰もいらっしゃらないですね、このフロアには。もう完全にあれですね、セルフサービスですね。ではちょっとコーヒーでもいただきましょうか。それではね、ラウンジの方に行きました。コーヒーと、なんか朝ごはんね、軽くこれいただきたいと思います。スーパーベリーで。今ね、ラウンジの方は誰もいらっしゃらないんで。でね、アルコールの提供はね、申し訳ございません。11時からみたいですね。ということなんで、11時からは多分ね、ビールが配備されると思うんですけど、申し訳ない。朝9時から11時の間はちょっとビールね飲めないですね。いやね、前はあったと思うんですけど、もしかしたらこれねコロナの影響かもしれないですね。前はねオープンと同時にあったんで、ちょっと変わったのかもしれないですね。ということで、ね、いただきます。熱っ美味しいです。熱い、これめちゃくちゃ熱いです。めちゃくちゃ熱い、やけどしました。あ、でもうまい。いや、いいですね。ホテルのコーヒーはうまいです。こちら、ここにいただきましょう。いただきます。うん、うん。これうまいですね。ではね、このコーヒーはね、多分客室持ってっていいカップなんで大丈夫だと思うんで、これだけ持ってね、客室戻って仕事したいと思います。それではですね、今ね、アフタヌーンティーが到着いたしました。どうでしょうか、どうでしょうか。こんな感じになってます。
こういったね、軽食も一緒についてきて、まあこちらのケーキセットがね、まあついてきて、こちらでね、4300円ぐらいになります。まあアフタヌーンティーなんでね、まあそんなに安くはないですね。はい、ということで、いただきましょう。いやー、いいですね。それではね、いただきたいと思います。いやー、めちゃくちゃ美味しそうですね。まあこれで4300円ぐらいなんで、まあ高いですよね。まあでもまあ今回ね、アメックスのオファー利用してますんで、まあこれがね、ちゃんとキャンペーン適用になれば、頼まないより安くなるっていうね まあちょっと不思議な状態になるんですけども、まあとりあえずね、いただきたいと思います。ではどうしましょうか。今回ね、アールグレイの紅茶をね、いただきました。ということで、まず紅茶からいただきます。美味しい。では何かいただきましょうか。これからいただきましょうか。じゃあこのハンバーガーみたいなの、ちょメニューの説明とか何にもなかったんで ちょっとね、何なのか全然わかんないです。これ手でいった方がいいのかな。まあこれ手でいいですかね。今消毒もしたんで、ちょっと一口は厳しそう。何これ、めちゃくちゃ美味しい。これめちゃくちゃ美味しいですね。ハンバーガーみたいな、ミニハンバーガーみたいな、めちゃくちゃ美味しいです。いや、めちゃくちゃ美味しいですねこれ。では次、これいただきましょうか。これ多分ね、あれだと思うんですよね。鮭っていうのは分かるんですよ。サーモン、鮭、まあどっちでもいいと思うんですけど、何でいただくのが正解なのか全然分かんないですね。これは一口でいっちゃおうかな。ちょっと瞳にフォーカス割っちゃってるかもしれないですけど、いただきます。いや、これもめちゃくちゃ美味しいですね。で、次はこれ。もうこの完全にこれもう何なのか全然わかんないですね、これ。何なんだろう、これ。これはなんか、ピザ生地のパンみたいな。これをつけて食べるみたいな。そういう感じですね。ということで、いただきます。これはですね、カレーみたいな。これもうミニカレーですね、これは。これは何ですね。違うのかな。多分合ってると思います。あ、これ美味しいです。このカレー風味のペーストっていう感じで。いや、めちゃくちゃ美味しいですね。あと、これはでも本当に何なのか全然わかんない。トマトのお料理っていうのはわかるんですけど、甘いのか甘くないのかもわかんない。いや、多分甘くないと思うんですけどね。箸でいいのかな。いただきます。これはですね、トマトとクリームチーズ、モッツァレラチーズかのお料理ですね。これソース何なんだろう。ちょっとよくわかんないけど、美味しかったです 申し訳ない。でもめちゃくちゃ美味しいですね。では、これはシューマイかな。これはシューマイっぽいですね。これはシューマイです。いただきます。これは大丈夫そう。あ、シューマイですね。あ、これめちゃくちゃ美味しいっていう感じですかね。アフタヌーンティー、まあこの軽食もついてくるっていう感じでね、いいですね。で、ちょっとこれは後でね、ゆっくり綺麗にいただきたいと思います。では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 、ちょっとね、今回アフタヌーンティーということで、ケーキ、いや、いいですね。多分これ一番右はね、チーズケーキだと思うんですよね。では、いただきます。綺麗に食べるの難しいな、これ。これは綺麗に食べるのは無理ですね。じゃあこちら、チーズケーキだと思います。これめちゃくちゃ美味しいですね。 これめちゃくちゃ美味しい。美味しいですし、またやっぱね、紅茶いいですね、一緒にいただけるのね。次はちょっとショートケーキいただきます。これも美味しい。あとチ
コレートケーキいただきます。こんな感じでいただきます。うん、下の方がねクッキー生地になってまして、うん、非常に美味しいですね。はい、ということであとはねゆっくりいただきたいなと思うんですけれども、どうでしょうか。これがねヒルトン東京のアフタヌーンティーのデイユースでね客室でいただけるねこのアフタヌーンティーセットということで、いや非常に美味しかったですね。ではちょっとあとはねゆっくりいただいてちょっと仕事の続きねしたいと思います。それでですねそろそろねチェックアウトしていきたいなと思うんですけども、いやね午後10時までね利用できるということでちょっともったいなかったですね。もうちょっとね今度来るときはゆっくりね利用できるような日にね来たいなと思いました。で今回ですねこのデイユースね利用させていただいて、もともとの利用料金は13,000円で、アーリーチェックインね朝8時から利用できるのがプラス3,000円ということで16,000円っていう感じになります。で私はね今回アフタヌーンティー入れてますんで、まあ2万円ぐらいになるかと思うんですけども、まあこれはねちょっと後になってみなきゃ分かんないんですけども、アメックスのねオファーが適用されればね15,000円でねあの利用できたっていった形になるんですけども、もしできなかったらまあ21,000円ぐらいかなっていう感じですね。今回ね安いとかあのコスパがいいとかねそういうわけではなくて、今回どんな感じで利用できるのかっていうのをねちょっと体験してみたくて利用させていただいたっていった形になります。まあ今回ねアップグレードもいただけましたし、またねラウンジも利用できるっていう風になりますんでね、結構いいんじゃないですかね。でちょっとねアルコールの方はね朝から利用できると思ってたんですけども、9時からラウンジ自体はオープンするんですけども、アルコールが利用できるのは11時からっていう風になりますんで、まあアルコールつってももうビールしかないんですけども、まあねビール11時から夜の10時までずっと利用できるっていう風になるのと、またねこのデイユースでもカクテルタイムね利用することができますので、まあこれね朝の8時から夜の10時までずっといて、まあ13,000円だったら16,000円か、まあそこまでね悪くないんじゃないかなっていうふうに思いますかね。まあこれがねまたアルコール利用できないってなるとまた変わってくるかもしれないんですけども、まあビールねずっと飲めて16,000円でヒルトンホテル東京にねずっといてこの客室でねゆっくりできるっていうのは、まあ、かなりいいんじゃないかなっていうふうに思いました。で今回ですねコスパを考えないでちょっと宿泊させていただいて、でなぜかというと、これで宿泊実績がつくのか、今回デイユースで宿泊はしてないんですけども、宿泊実績ねヒルトンの場合は、宿泊もしくは滞在でねステータス、あとポイント、まあ、ベースポイントでもこのステータス稼げるんですけども、まあ、これがね今回デイユースでどういったカウントでねされるのかっていうのもちょっと見たいなっていうのと、今ヒルトンねボーナスポイントをもらえるね宿泊してもらえますけども、こういったポイントをもらえるかどうかっていうところもねちょっと気になりましたので、今回ねコスパを気にしないで宿泊させていただきました。でこの結果自体はですね、この動画を撮ってる状況だとちょっとわからないので、この後にね、ちょっとまた動画挟みたいなというふうに思いますので、そちらもね、見ていただければなと思います。ということで今回ですねヒルトン東京ホテルですねデイユース利用させていただきました。個人的には、ね、結構良かったんじゃないかなと思います。ちょっと時間帯的にね私はもったいなかったんですけども、これが夜10時まで利用できるってなればねかなりゆっくりできるんじゃないかなと思いました。私自体はねもう仕事を基本的にしてたんですけども、めちゃくちゃ集中できてね結構良かったです。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。ちょっとこの後にね動画入りますんで、そちらもね見てください。ということで、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ということで、自宅にね、帰ってまいりました。で、今回ですね、ヒルトンホテルのデイユースですね、利用させていただいたわけなんですけども、まずね、宿泊実績に関してですね、デイユース利用させていただきましたけども、一泊一滞在ね、カウント入りました。ここにね、画像を出しておきますけれども、これでね、デイユースでも宿泊実績ね、一泊一滞在ね、獲得することができるっていう風になりますんで、デイユースでもね、もらえるっていうのはね、かなりいいですね。ちょっとね、宿泊できないっていうデメリットはあるんですけども、持ち出しね、ちょっと減るかなと思います。で、またですね、獲得ポイントに関してなんですけども、こちらね、見ていただければわかる通りですね、2022年ポイントアンリミテッドのね、この2500ポイントですね。こちら、今ね、ヒルトンホテルね、5月1日前だったかな、やってるキャンペーンなんですけども、まあおそらくね、これ、去年もね、延長されたんで、多分この後のキャンペーンも出ると思うんですけども、1滞在でですね、2500ポイントがね、もらえる
えるキャンペーンなんですけども、これもね、デユースで獲得することができたっていった形になります。ですね、これもね、かなりありがたいですよね。ですね、一番ね、来てほしいね、アメックスのキャッシュバックに関してなんですけども、こちらね、利用明細なんですけども、ヒルトン東京インターナショナルということで、2万と209円のね、請求だったんですよね。まあ、これね、実際、今回ね、デユース利用させていただいて、アーリーチェックインで、あとアフタヌーンティーね、利用させていただいたんですけども、これね、HPCJ というかのね、割引が入ってしまうそうなんですよね、この、利用っていうのが。ですので、この3つをね、利用して、結局金額がですね、19,999 円だったんですよね。あ、これはまずいと。2万超えないとね、このキャッシュバックキャンペーンね、適用にならないので、一回ね、チェックアウトで、デスクじゃなくてフロント行ったんですけども、ちょっと待ってくださいと。あそこのケーキ屋さんでケーキ買っていいですかみたいな感じで、簡単なね、バウムクーヘンみたいなね、そういったものを200円ぐらいのね、買って、それで、209円にして、生産したっていった形になるんですよね。で、これね、結構時間かかったんですよ。私がね、これ実際にこれ利用した日は3月21日なんですよね。で、日付は3月25でキャッシュバック載ってるんですけども、これ実際ね、明細に載ってきたのは3月27日ということで、この動画撮ってるの3月27日の夜中の1時ぐらいなんですけども、本当にね、日付変わってこれ入ってきたっていう風になりますんで、結構時間かかりましたね。いや、本当にね、このキャッシュバックね、もらえないんじゃないかななんていう風に思ってたわけなんですけども、まあ無事にね、狙ってた通り、デイユースで利用して、またね、2万円超えてキャッシュバックももね、獲得できて1滞在もらえてボーナスポイントもらえるということで、結構モリモリでね、利用することができたっていった形になるんですよね。で、今回ね、ヒルトンアメックスのね、クレジットカードでプレミアムカードでね、決済しておりますので、もともとね、こちらのさっきのね、このポイントの詳細の画像で、これで6200ポイントぐらいなんですけども、プラスね、ヒルトンアメックスプレミアムカードで決済してますんで、だいたいね、8600ポイント、15000円しか払ってないのに結構もらえましたよね。ですんでね、このデイユースもね、今のね、このアメックスのキャッシュバックキャンペーンやってる時はね、かなりいいのではないのかなっていうふうに思いますかね。まあ、アーリーチェックに利用していただいて、まあ、アフタヌーンティーね、利用するかどうかはね、まあ人それぞれになるかと思うんですけども、まあデイユースとアーリーチェックインだとね、ちょっと値段1万6000超えちゃうんで、あと4000使った方がね、アメックスのキャンペーンでね、5000返ってくるんで、まあその方がいいのかななんていうふうに思いましたね。で、今回ですね、デイユースで1泊1滞在ね、獲得することができたっていうことが、まあこれでね、わかりましたので、今後ね、私としてはですね、おすすめの利用方法としては、デイユースっていうのは、ダブルツリーバイヒルトン那覇っていうね、結構前に動画出しましたけども、このホテルでもですね、このデイユースっていうのが利用できるんですよね。で、またここめちゃくちゃ安いんですよ。デイユースでも5200円とか、今のこの春休みのシーズンでもこの価格でね、利用することができますんで、ダブルツリーバイヒルトン那覇デイユースで、その日の夜に首里城に宿泊で、翌日チェックアウトして、またヒルトン、ダブルツリーバイヒルトン那覇デイユースみたいな感じで、デイユース宿泊デイユースみたいな感じで入れていただくとですね、こちら3泊3滞在がね、獲得することができて、利用料金もですね、17,900 円ということで、まあ3泊3滞在でね、こちら17,900 円であればですね、結構いいのではないのかなと思います。またですね、2万円超えていただければですね、あと2100円ね、ホテル付け、まあ部屋付けかなんかでね、何か利用していただければですね、5000円のキャッシュバックで、ね、受けれると思いますので、いや、かなりね、いいのではないのかなというふうに思います。またね、今、ヒルトンホテルのポイントのキャンペーンで、先ほど言いましたけども、1滞在でね、2500ポイントのね、キャンペーンありますよね。こちらも3滞在になりますんで、7500ポイントね、これで稼げるかなというふうに思いますので、この使い方はね、かなりいいのではないのかなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。